お疲れ様です。焼き鳥です。今回のですねアップデでスカムの建築について興味を持った人もいると思うので、そんな新しく建築を始める方のためにですねスカム建築の基礎を復習しておくのと、それからですね建築ちょっと進めていった中で気がついた注意点いくつかあって、それと今回のアップデで追加された嬉しい点ですね、そちら紹介していこうかなと思うんですけど、ちょっとスカムの建築って癖があるので初心者の人はですねそれを理解しておかないと結構積むというかやり直しが結構増えちゃうんですよね。なので初見殺しなところもあるので、まずは基礎的なところを復習していこうかなと思います。で今ですね床を2つだけ作ってみたんですけど、まず壁を立てます。その時にですねこれうっすら見えてますかね、これ矢印が出てくると思うんですけど、壁のところに白い矢印、スカムの建築って壁の表裏があるので、そこが注意しておく必要がありますね。ちょっと立ててみましょうか。これと矢印が今度自分向きに立てておきましょう。矢印が向いてる方向が外側になるので、その点を理解して立てておくといいと思います。でこれが初見殺しなんですけど、最初の壁この時って表も裏もデザインが一緒なので、なんか表裏があることを気づかずに立てちゃうことってあると思うんですけど、壁をですねアップグレードしていくと表と裏でデザイン変わってくるっていうのと、これただの壁なんですけど扉付きの壁を作る時にですね扉の向き、扉の開く方向ですね、それが壁の表と裏それに影響されるので非常に重要になってきます。サクッとちょっと壁立てちゃいましょうか。はい、今第一段階の壁が立ちましたね。この初期の壁って初見殺しで表裏全く同じデザインなので、この時点で表があるかどうかってちょっと気づきづらいんですよね。なのでこれアップグレード1段階かけてみます。はい、完成しました。こんな感じですね。1段階アップグレードするとよくわかるんですけど、丸太小屋みたいな模様、これが外側ですね。内側は、木の板が張ってある状態と、この違いがあるのでこれ気をつけてください。続いての注意点なんですけど、2階以降で壁を作るとき、壁の下には壁が必要っていうことですね。どういうことかというと、今こっち側にさっき壁を立てたところですね、ここには壁が置けるんですけど、こっち側には置けないんですよ。なぜならこの下には壁がないからですね。ということで2階より上に壁を作りたいときは必ずその下に壁、もしくはですねこのサポートフレームと言われているこういったものですね、これを設置しておく必要があります。ちなみに2階以降の壁の向きですけど、基本的には下の壁と同じ向きにつきますけど、マウスホイールくるくるしてあげると向きが変えられるので、1階と2階で壁の向きを変えるということもできますね。表裏を逆にすることも可能です。というわけで1階にじゃあここに壁かサポートフレームをつけようって思うんですけど、これちょっとした罠で、すでに2階の天井が張られてるとですね壁が置けないんですよね。ここ壁設置できないんですよ。赤くなってる時は建築できませんっていう合図ですね。これサポートフレームも同じように置けないと。でこれどうしたらいいかというと、一旦この床を破壊する必要があります。いや、なのであらかじめですねどんな建築にするかっていうのをある程度計算しておく必要がありますね。特に闇雲にこう建築を進めていくと、1階と2階のこの壁の関係がうまく成立してなくてかなりやり直しが発生しちゃうので、その点注意した方がいいと思いますね。じゃあこっち側にはこのサポートフレームっていうのを作ってみようかなと思うんですけど、以前はサポートフレームってこの形しかなかったんですが、アップデでいろいろ増えまして、この肩持ち針っていうやつですね。フレームが、こっち側の柱がないんですよ。これかなり便利で、
壁はここに作りたくないけど、この2階以降に壁が作りたいっていう時にこのサポートフレームを使うわけですけど、今までのサポートフレームだとどうしてもここに柱が来ちゃうんですけど、片持ち針を両方に配置することで、ここが柱がない状態で2階にも壁が作れるという形になるの。これすごい便利ですね。神アップデです。さらに焼き鳥個人的に素晴らしいなと思ったのがですね、サポートフレーム付き腰壁ですね。腰壁って今までもあったんですけど、こんなやつですね。焼き鳥はよくこのベランダの手すり代わりにこれをよく設置してたんですけど、これ室内でも飾りとして使いたい時ってあるんですけど、これを設置しちゃうと、これは腰壁だけど壁ではないので2階以降にこの上に壁が置けなくなっちゃうんですよ。それを解決するためですね、サポートフレームのついた腰壁というのができましたね。これによって腰壁のデザインを使いつつ2階以降にも壁が置けると、素晴らしいですね。まあ、欲を言えば、片持ち針のフレーム付きの腰壁とかもあると最高ですね。これだとどうしてもここに柱が来ちゃうんで、これ柱が欲しくないなって時もあると思うんですよ。なので欲を言えばそういうバリエーションも後々追加してもらえると嬉しいですね。でここではちょっとお試しで片持ち針のフレームを設置していくんです。このなかなか思い通りの場所に行かないことがありますね。よいしょ。OK。じゃあこれサクッと作っていきます。こんな感じのフレーム、いいですね。これだけなんか車庫とか作るときに使えるかなと思いますね。というわけで、このような形で1階にはですね、あらかじめ必要な壁を立てた上で床を張っていくと。これがですね、この仕様を理解しておかないと、だいぶやり直しが発生するのでしんどいですね。でこれで床が張れました。で2階に試しに壁を作ってみましょうか。でこれも新しくアップデートで追加されたやつなんですけど、はしごなかなか便利ですね。こんな感じで小スペースで2階へのアプローチが作れるので、なかなか便利ですね。ただ、はしごだと、なんか荷物を持ったまま2階には行けないので、その点注意ですね。はい。というわけで、床も張れました。サポートフレームも作りました。ということは、こちら側にも壁が作れるようになりました。ということですね。続いてはですね、ドアの開閉方向って言ったらいいんですね。回転軸は、壁の表裏に左右されるという点を理解しておく必要がありますね。これはまあ些細なことなんですけども、ドア付きの壁、じゃあこれも1階と同じくですね、こっちは外向きの壁ですね。これが通常の設置方向です。でこっちは逆にして、自分が立っている側、内側を壁の外側のデザインで作っていく。一旦これで壁を作っていきますか。なので、こう、はしごを作っちゃうと、こう、丸太を持ったまま2階に上がるとかができなくなっちゃうので、その点が不便ですけど、あ、いけましたね。あれ？いけるんだ。すご。じゃ、この丸太どこで持ってたのって話ですよね。いけましたね。ということは、他の丸太以外の荷物を持って、はしごを上がることができるのかも。ちょっとこの後試してみよう。まさか、そんな非常識なことが、できるとは思ってもいませんでしたね。今木の板を手に持ってるんですけど、これではしごを登ると、あ、木の板復活する。あ、これちょっと多分バグだと思うんですけど、荷物持ったまま上がれちゃいますね。そんなこんな言ってるうちに壁ができました。ここに窓を設置していきますね。せっかくなんで、これも新しく追加された窓付きのドアですね。これいいですよね。こういうちょっとした追加がですね、非常にありがたい。
まあ、これ窓がついているだけで普通のドアと機能的には変わらないので、普通のドアだと思って見てもらえればいいんですけど、はい、というわけでドアが設置できましたね。これを開けてみるとですね、これはこういう開き方、こっちはこういう開き方というわけで、室内側から見て左側を回転軸としてドアが開くという作りになってますね。このことを理解してないとですね、壁が例えばこれですぐこっちの右側に壁とかあると出入りしづらいと思うんですよね。入ってすぐ左側に曲がっていくような構造の時に、こう向きのドアだとドアを閉じないと左に曲がれないので非常に邪魔になっちゃうので、そういう時はこっち開きにしたい。これであれば左側にすんなりいけるんで、っていう時はそもそも壁の向きをこう変えなきゃいけないんですっていうのがちょっと注意点ですね。なので焼き鳥の拠点もですね、ここだけ見てもらうと分かる通り壁の模様が逆なんですよね、裏表。それはあえてですね、こっち開きでドアが開いてほしかったから、すぐ左側に壁があって右側にこう曲がっていく構造になっているので、どうしてもドアをこっちに開いてほしかったんですよね。そのためにこんな感じであえて逆に設置しました。まあこう見るとあえて玄関のとこだけ模様が違うみたいな感じで、これはこれでありかもしれないです。まあ、こういう癖があるのでちょっと覚えておいてもらう必要がありますね。続いての初見殺しポイントですね。屋根を設置した時に、この三角の壁、これをどう設置したらいいか、スカム建築初心者の人は非常に悩むと思うんですよね。なぜならばスカムの建築に三角の壁なんてないんですよ。実はですね、こちら普通の壁を立てて、屋根をかければ勝手に三角形になるというのが正解ですね。なので実際にちょっと壁を立ててお見せしたいんですけども、ここまた注意点なんですけど、屋根をかけちゃうとやっぱりここも壁が追加できないんですよね。おそらくこの屋根が天井、床っていう扱いになってると思うので、それで壁を立てられないと。なので屋根をこう無計画に建てる前に、まずは完全に壁をですね作っておく必要があるかなと思いますね。まあ、これで普通の壁が立ってますね。そこに屋根をかけると、はい、そうすると自動的にこの三角の壁に変わります。というわけでこれ自動なので、逆に屋根はかけたいけどここの壁は四角形のままでいいっていう場合もあると思うんですけど、それができないんですよね。そこがちょっと残念なところかもしれない。後々この三角の壁を新たなパーツとして追加してもらってですね、三角にするのか四角にするのか、ユーザーが選べるようにアップデートしてもらえると嬉しいですね。自動で壁の形が変わるのはいいような悪いような両方の側面がありますね。これ知っとくと、建築の幅が広がると思うんですけど、今この状態でさらにここに屋根を設置することができるんですけど、うまくいかないですね。これですね、こういう状態ですね。今の状態だとちょっとどんな形になるか想像つかないかもしれないんですけど、はい、これでこういう多角形の屋根も作れますと。これ覚えとくと結構いいと思います。なんかこういう屋根欲しいですよね。うん、素晴らしい。というわけで以上がですね、建築知っておくべき基本の動作ですね。ちょっとスカムの癖がある部分、こんな感じを知っておけば最低限の建築はできるんじゃないかと思います。改めてピックアップしていくと、壁の裏表があります。壁の裏表に合わせてドアの開閉方向も決まってくるので、その辺を考えながら作っていきましょう。
壁を立てるときに白い矢印が出るので、それが向いている方向が外側になりますね。で、内側から見て左側がドアの回転軸になるっていうのを覚えておいてください。で、床とか屋根とかかけちゃうと壁を追加することができなくなるので、必ずですね、2階の床とか屋根とか作る前に必要な壁は設置しておきましょう。これただアップできてすぐは壁確か建てられた気がするんですよね。なので多分今のバージョンがちょっとバグってるのかなと思います。そのうち修正されるかもしれません。でアップデートで追加されたいい点はもう言っちゃったんですけど、サポートフレームが充実したことですかね。あとは面白いなと思ったのは、この穴開きの床ですね。これも面白いと思います。ちょっとこれ作ってみますか。はい。穴開きの床ですね。PVP とかやってる人は、こういうのも結構活用できるんじゃないですか。ここから上から見下ろしで攻撃とかしたらいいかもしれないですね。この床の真骨頂はこの床の部分にはしごを設置することですね。これで2階への移動ができると。こういう組み合わせで使うのが想定された使い方かなと思います。ぜひですね、スカムの建築まだやったことない人、この機会にですねチャレンジしてみてください。だいぶ自由度が広がったので、癖さえ分かっておけばいろいろと楽しい建築が作れるかなと思います。それでは本編スタートしていきます。いや、むしろこっちが本編という気もしないでもないですけど、じゃあおまけ映像スタート。よし、早速拠点を作っていきたいところではあるんですけども、拠点を建てるためにはフラッグ建てなきゃいけなくて、フラッグを建てるためには工具箱が必要と。で、即席の工具箱、これ最低限簡単に作れるやつですね。それを作るためには今度バールが必要。というわけでまずはですね、バールのようなものを探しに行きますか。いや、RPG でこういろいろな村をたらい回しにされるみたいな感じですね。まあこれ工具箱を一発そのまま見つけちゃったらそれで解決なんですけどね、まあ、幸いなことに町がすぐ近いんで、この町をこう探索していけば何かしら見つかるでしょう。まずはガレージとか、あと工具とかがいっぱい落ちてるとこですね。作業場みたいなやつを中心に探索していきますか。こういうとこもバールあるかもしれない、ないかもしれない、かもしれない運転でいきましょうか。この街を通り抜けてちょっと行ったとこにコンビニがあって、昔はよくそこに自転車とか、あっちにもいますね。ちょっと見えてないかもしれない。あそこにも孫さんいる、気をつけよう。そうそう、コンビニのところに自転車とかバイクとかがよく湧いてたんですよね。なのでそこもちょっと見に行ってもいいかもしれない。脅威になりそうなゾーンさんは積極的に排除していく。こういう建物ですね、工具がよく落ちてるところ、こういうとこは見ていかなきゃいけない。でゾンさんがよくこの奥で寝てたりするんで、まずは安全を確保していくと。完璧ですね、完璧なルーティンですね。あ、工具箱出ましたね、 OK だ。じゃああと布とか、あと鉄くず、ドリルいるかな。まあ一応もらっとくか。いやー、焼きっぷりラッキーすぎて怖いですね。あ、そうそう、こういうボルトも必要ですからね。鉄くずもちょっと拾っていくか。キャンドル、
警察署一旦スルーでいきますか。警察署最終的には見に行くと思うんですけど、今じゃない、そういう判断ができる男、それが焼き鳥。よいしょ。ちなみにもうあれですかね、あの一発で乗れる状態の車が湧くこともないのかな。あータイヤリペアキット一応もらっときます。あードライバーセンキューセンキュー。ドライバーちょっとかき集めて、それから警察署行きますか。ああいうゾンさんは見つけ次第一旦排除しとく。わあ飛ぶ飛ぶねえ、飛ぶねえ、ワープしてますね。あ怖い怖い。あドライバー助かる、ロープも助かりますね。この入れも必要だと思うんで、あとで民家もサクッと探索して、いらないお洋服ゲットしていくか。古着をですねもらっていきましょう。おお、勘弁してそういうの、びっくりしちゃうから。やってみたいですけどね。ここまでいけるかな。お、バイキングバックパックカモフラージュ。ああ、まあ緑の方がいいかな。でももらってこう。でかいっすね。ああ、でかでか。でかでかちゃんだ。荷物をこう移動して、よし、リュックの予備ができましたね。助かる。一旦じゃあ荷物置いてこようかな。拠点候補地の近くにとストレージ置いてあるんで、そこに荷物が置けますね。ここ PVE サーバーなんで、鍵さえ開けとけば抜かれちゃうことはないと思うんで、その点は助かりますよね。 PVP だったらあっという間に物資取られちゃいますからね。ロボシルビット、おー派手でいいですね。これもらっていきたいな。入らないか。ほら一旦こうして、どうする、せっかくなんで端っこまで見ていこうかな。ざっくりと見て、ああ車ありますね。まあでも乗れないやつでしょう。ドンさんはいない。ああだいぶいい感じですね。エンジンとかほぼ揃ってるのか。あとタイヤが3つあってば、なんとなく動きそう。ちょっと候補ですね。動かせるように頑張ってみようかな。よし、じゃあここに旗を立てていきますか。あとは布か、布切れが必要。 OK、 じゃあまた取りに行きましょう。警察署チャレンジしますか。ドライバーもいっぱい集まったんで、ちょっとロッカー開けていけると思うんですよね。早速そこにいますね。はい、出てきてらっしゃい。飛ぶのやめて。
来ましたね。ちょっと一旦距離を取る。来ない？確実にゾンさんの目が覚めたから。あ、降ってきた来た。もう一体あそこにいますね。降りてきな。来ないなら焼き鳥が行くよ。こっちから行くか。あんまり叫ばれるのは好ましくない。あれいないし。なんで焼き鳥が、あ、やべ、二人いる。待って待って、いっぱいいるいっぱいいる。まずいまずい。あ、これ報道だ。やばいやばい。逃げよう逃げよう逃げよう。いい、逃げろ逃げろ。どっか高いところ、高いところに逃げたい。あー、銃あってよかった。これ登れない、ダメか。どっかで落ち着きたい。大丈夫かな。うー、だいぶやられちゃいましたね。あー、まずいまずいです。消毒していきましょう。いやー、すべてを失うかと思いましたね。あー、慌てず騒がず、ここのこの上に乗ればよかったですね。ガレージの屋根、こっちからなら確か登れた。あー、これでこの上から戦えばよかったな。まあ、いっか、いっか、オーライ。最終的にはやっつけたんで。いや、焼き鳥も成長しましたね。あの報道で今までだと絶対やられてたと思うんですよ。それをなんとか乗り切れた。素晴らしいですね。よし、ロッカー開けていくか。それではお願いします。おお、ショットガン。まあ、ちょっと品質良くないですけど、ありがたい。ショットガンの弾、ショットガンはどうしようかな。じゃあこう背負っていく。うん、銃の弾微妙ですね。一旦これリロードしときましょう。これもいつでも使えるように。あとはウェポンクリーニングキットちょっと手に入れたいですね。拾った銃器であんまり品質っていうか状態が良くないので、綺麗にしたいですね。よし、ここも開けていきましょう。それではよろしくお願いします。微妙ですね。ちょっと。あ、これも微妙でした。もうあれかな、アップデでなんか一回いいものが出ちゃうとそれ以上出ないみたいなアップデがあったんですけど、それが発動してんのかな。もうショットガン出ちゃったからこれ以上いいもの出ないのかな。それではよろしくお願いします。あー、またショットガン出た。あー、ミリタリーヘルメット。あー、こっちの方が品質良さそうだな。鍋捨てる。ネットもらう。銃もいったもらう。あー、拳銃もらっていきたい。あ、ヘルメットもらっていきたい。あー、いいじゃないですか。これ売り物ですね。あ、いっぱい銃出ますね。よし、これで精一杯かな。持ってるもの持って一旦拠点に帰りましょう。オッケー、旗が立ちましたね。よし、これでここは焼き鳥の拠点ですよと主張することができました。そしたらですね、ちょっと荷物片付けて、
ワンチャン自転車がないか見に行きましょうかって言ってたコンビニのところ見に行ってみましょう。まあ、焼き鳥ここにいるんですけど、ここにコンビニがあるんですよね。なので自転車でもあるのとないので結構大違いだと思うので探しに行ってみましょう。まあなかったら、また戻ってきてですね、今度はもう建築がスタートできるので早速やっていきましょうか。いやー助かりましたね。やっぱ警察署見といてよかったな。これでショットガン、ハンドガンで肉切り包丁で、近接武器と一通り揃いましたね。で食べ物はちょっと多分どうにでもなるんですよね。畑がこの町に結構あるので野菜食べて、飲み物も水分も野菜から取れますし、すぐ近くに川があるので川のお水も飲めますし、一旦生活はなんとかなりそうですね。あとだからライフル系をちょっと手に入れて動物が狩れるようになればなおさらいい感じですね。少し暑い、 T シャツ脱いだぐらいじゃどうにもならないか。服装も考えていかなきゃいけないですね。ただこの街っていうかこの地域、夜はめちゃめちゃ寒くなるんですよね。こう見てもらうと分かるように雪山がすぐ近くにあるんで、日中は暑いんですけど夜は寒くなると、ちょっと暮らすには不都合な場所かもしれないですね。見えてきましたね、そこですね。さてさて、沿岸の自転車もしくはバイクありますかね。ゾンさんはいなそう。ゾンさん全然いないですね。あるとしたこの下なんですけど、あー自転車あるな、乗れるかな。あタイヤついてなさそう。でゾーンさんいたんでやっつける。タイヤついてないんじゃないかな。あついてるついてる、乗る。あそっちじゃない、そっちじゃないです、こっちじゃないです、こっちです。あいいですね自転車。いや格好と不釣り合いですけどね。 OKOK 来た甲斐がありましたね。よしじゃあちょっとコンビニの中も漁っていきましょう。一旦これで乗り物はゲットできたと。L とかないんでしたっけ、スカムの自転車。チリンチリンって鳴らしたいんですけど、ちょっと見当たらないですね。ママチャリですね。あ、ママチャリだとこんな坂を登るのも大変だ。In the beginning, I just didn't know.
you're an enemy I held too close. Now I know, 'cause you did everything to prove me wrong. You were not the guy I thought. Now I'm beating you at your own. Yeah. If I got a dollar for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, alive. But you didn't know me, all you wanted was a game to play. You couldn't handle that I had no ways. I found your mind tricks and your side chicks. I'm a winner, babe. But you didn't win this, it's a part of the game. Yeah, I beat you at your game. And if you were me, you would do the same. Man, I really love to play. And now that I won, then it's safe to say. But you didn't want me, all you wanted was a game to play. And you